ハンマーナイフモア使ってみた。どう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 。ということで皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ケンユです。こんにちは。たっちゃんです。まこやんです。まこやんです。ということで、今回はですね、農業の三大神器と言われる一つ、ハンマーナイフモアですよね。ですよね。皆さんご存知の。皆さんご存知の。うん、僕は持ってないんですけど、今日はまこやんがハンマーナイフモア持ってるということで、実際にどんな使い心地なのかっていうのをですね、やっていきたいと思います。ハンマーナイフモアね、買いたいよとか、どういうものだろうと気になっている方ですね、ぜひ、見てください。よろしくお願いします。楽しんでどうぞ。便利だよ。草刈り楽しい。草刈り最高。一応使ってみた感想をちょっとお話ししたいんですけれども、あのまず安定性がえぐかったです。はい、うん、もう草刈り機って振動も大きいし、体のこの体を振って草を倒していくと思うんですけど、ハンマーナイフモアもう立ってるだけ、うん、あれと比べたら、はい、でそれで結構大きめの、背丈がある草も投げ、倒していけるっていうのはすごい良かったです。いや、すごい良かったですね。まこやん、これおいくらですか。これはいくらだったかな。40万ペソ。40万ちょっとペソ。フィリピン。40万ルピー。ルピーや。ぐらいだったと思いますね。どこの単位がわからなくなって、確かに。円に直すといくらですか。円に直すと43万。ちょっと高くなった。確かに国際的な感覚があるんでね。そうなんですよね。今あの円に直してもらいましたけれども、まあだいたい40万程度。はい、ということでね、まあでもすごいですよね、うん、草刈り機ってあれ、まあ僕の今電動のやつ7万円ぐらいだったんで、あれが7台分ぐらいか6台分ぐらいか、うん、もうそれぐらいの仕事はしてるのかなと思います、うん、はい、いやーすごい良かったです。たっちゃんちょっと感想をもらっていいですか。どうぞ。いや、自分も今までまあこのようななんでしょうね、手押しの草刈り機っていうものを扱ったことはあるんですけれども、うん、まあ、過去最強レベルで、まあ、機能性も抜群だったのかなっていったところで、まあ、広い園地、まあ、補助を持っている方にかなりおすすめの、うん、まあ、手押しの機械なのかなっていったところで、確かに、はい、うんうんうん、まあ、でももう一個なんかちょっと危惧することが一個だけあって、はい、これのデメリットを僕言ったら問題かなと思うんですけど、平地でしかできないって言ったところなんじゃないのかなと思っていて、結構斜めとか段差がある場所だと結構平地、ね、難しいのかなっていうのがもう僕の感想かなって言ったところで、で細かいところはやっぱり手で釜で刈ったりとか、小さな草刈り機で刈れば作業効率上がるんじゃないのかなと思いました。あともう言っていいですか。もう5点ぐらい、はい、これもちょっとデメリットになるんですけども、これですね、かなり大型なんですよ。大型、多分僕がここにいて、うん、機械がですね、誤作動でもしですね、うん、こう来たとしたら、うん、僕は多分止められないんですよ。はい、タッチャンを持ってしても、はい、ね、うん、多分事故ですね、はい、うん、っていったところも、うん、まあなんで一人でやるのは危ないと思いますんで、うん、まあ2人もしくは3人とかでですね、うん、まあ扱うというか、まあ身近に人がいた方が安全性はいいのかなっていうふうに思いましたね、うん、なんで素人がやると、はい、ちょっと危ないのかなっていうふうには感じました、うん、確かになんか子供たちは触らせるなっていう結構やっぱ言われるんで、はい、うん、うんうん、簡単だからついついおい子供にもできるよみたいな感じで、うんうん、多分やらせがちだと思うんだけど、はい、それはやめた方がいいかな、はい、はい、確かに突然こう歯になんか絡まって、うんうんうん、取らないといけない時に、うん、やっぱ基本エンジン切ってやるんだけど、うんうん、ね、分かんないと歯回ってるのに、うん、ね、手入れちゃう可能性もあるので、うんうん、そこはあのたっちゃん言う通り、うん、危険性デメリットもちゃんと分かりつつ、うんうん、使用したらかなりの能力を発揮するんじゃないかなっていうのは思いますね、うん、確かにそうですね、うん、そこら辺のまあ便利がゆえちょっと危険性もあるよっていうことが、うん、あると思いますので、まあ、皆さんね重々承知だと思いますけれども、しかも僕すごい感動したのが、草刈りを終わった後ちょっとチップにしてくれて刻んでくれて、うん、土に帰っていくじゃないですか。なので緑肥的にもなんか雑草をこう土に返していけるんだなっていうふうに思いましたね、うん、そう、すごいですよね、草刈りあともうそのまま片付けがいらないっていうのはめちゃくちゃいいですね、うん、いいですよね、うん、あの辺の高いイネ科の雑草とか、うん、結構細かくしているんで、その辺はすごい便利だなと思いました。草刈り機だとね絶対できない
作業ですね、うん、はい、いや欲しいな一家に一台、誰かおごってくれんかなすごい欲しいです、うん、はい、まあ、ということで、まあ、今回はちょっと、ハンマーナイフモアの使用レビュー、させてもらったんですけど、めちゃくちゃ良かったです。はい、皆さんもね、お持ちの方は、こういうメリットこういうデメリットがあるよっていうのがありましたらコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。マカヨン今日は使わせてくれてありがとうございます。はい、ありがとうございます。午後は一緒に草刈り、はい、こちら頑張りますので、はい、よろしくお願いします。で今日マカヨン一緒に、まあ、バナナですね栽培してるんですけれども、TikTok やってて、はい、普段は市にいるんですよね。埋まってる埋まってるんですけど、はい、今日はちょっと掘り起こしてきました。はい、うん、ありがとうございます、はいはい、沖縄バナナおじさん、はい、沖縄バナナおじさんです、はいはい、よろしくお願いします。ぜひみんなフォローしてください。よろしくお願いします。はい、ということで今日最後までありがとうございました。いいねボタンお願いします。バイバーイ。いいねバイバーイ。いいねいいねいいね、はい、これ何ミリですか。これ何ミリかな、まあ、高さが結構あの、うん、はい、ハンドルで調整できるので、はいはい、これちょっと低めの設定かな、こっちは。あ、うんうんうん、ハンドルで、ハンドルで刃の高さを上げたり下げたりできるんで、うんうん、はいはい、なるほど、うん、じゃ低めってことは結構地際に近い感じ。そうですね、はい、でもうちょっと高刈りもできるんですね。高刈りもできる。5センチぐらいですね、だいたい5センチ、5センチぐらい、なるほど、50ミリぐらいか。だから県有の言うなんとか緑化なんだっけ、はい、ちょっと高刈りにして、うん、ふかふかにしたい場合はもうちょっとハンドル上げると。ああなるほど、うん、だけどその分やっぱ伸びるのが早いから、うん、今だいたいこれぐらいで落ち着いてるかな、うんうん、あ、そうなんですね、うん、じゃあ割と割地際で刈れるし、うん、まあ高刈りしたい場合も大丈夫だよってことですね。はい、はあ、そこすごくいいところ。うん、地があるところとかだったら高刈りにすればちょうどですね、うんうん、本当ですね、うん、まあなんでこんな感じか。うん、いやすごいいいですね。これ等間隔でこのぐらいで枯れたらマジでいいですね。でこれね残砂集めて、まあ堆肥にもできますし、まあ、その後こういう風にグランドカバーにもできるんで。そう、あ、グランドカバーね、うん、グランドカバーいいですね。 こうやって積んでおくと、うん、地もねあの乾燥しすぎるんで刈った後っていうのは、いやめっちゃいいと思います。絨毯みたいになってる、絨毯みたいになってますね。なってるなってる。もともとねこう雑草すら生えてなかったからここ、うん、だんだん草刈るごとに、うんうん、レベルアップしてきてますね、はい、グランドですね、うん、グランドカバーができた。これだったら受け身できますよ格闘技おー差し込まれるわいやめっ全然痛くなかった本当、すごい。前だったら間違いなく痛かったね。あ、地が見えてる時ですか。地が見えてる時は、うん、結構ゴツゴツだったかこっち、うん、これ何リットルぐらい入るんですか。これ何リッター、6リッターぐらい入るかな。 あんな入んないかな。ほう、うん、6は入らんか、3リッターぐらいか。はあ、そのタンクもそんな大きくないのに、もう嘘ついちゃったかな。 OHV って何のあれでしたっけ、エンジンの。オーバーヘッド、オーバーヘッドバルブ、バルブ、オーバーヘッドバルブだ、うん、そうそうそう、オーバーヘッドバルブだよね。オーバーヘッドバルブだ、うん、そう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 。ほっしゃ、これは何 cc だろうか。何 cc でしょうか。何 cc ですか。 290cc。 290cc 本当 290 って書いてるよ。あ、本当ですね、290cc。 え、こんなにある。スクーターよりでかいってことでしょ。うん、そうですね。こんなにあるの。ビッグスクーター、ビッグスクーターぐらいですね。ビッグスクーターぐらいあんのか。はい、短気筒かな。短気筒だろうな。じゃあ結構いいエンジン積んでますね。かけます。はい、よし。これ今押してるんですか。いや、これはもう自動で。おー、自動で。はいはいはい、なるほど。バックがあって1、2、3速。3速、うん、ほう。右ハンドルは何ですかこれ。これはあの右方向、右方向で左方向、左方向。あ、レバーで右と左が変わるんですね。そう。このレバー何ですか。これはあのクラッチ。クラッチね、うん、はい、ニュートラルになるんだ。はい、これで一速は、うん、低速。一速低速、低速。二番目は中速。中速で高速。何速。深いところは、はい、低速で、あと広いところはもう2とか、はい、3ぐらい使うんだけど。わかりました。わ、結構大きいのもいけるんだ。これぐらい
はい、大きいのもこのぐらいだったら全然いけるみたいですね。はい、おー早い、操作性もかなり良さそうですね。早いな、早い、早 いや早いね。このバナナの広さでも半日ぐらいでは借り終えるみたいですね。めちゃくちゃいいですね。すごい、はい、これ切ると歯が止まるね。歯が止まる、うん、これも今ニュートラルの、はい、で歯入れて、歯入れて、でこれを取っちゃう、はい、ああなるほど、止まりたいときは、はい、わかりました、うん、じゃあこれそのまま連続運転、はい、はい、おお安定性がすごいですね。草刈りと違って振動も少ないし、まあ音はうるさいですけど、ただ安定さが違います。もう段差が何もなく広いところだったら全然こっちの方がいいですね。うわこれいいわ。であと旋回、はい、じゃあこれ左に曲がるときは、はい、これ切るとはい、ここを軸に来るって感じ。わかりました。はい、あーすごい簡単、ちょっと持ち上げるイメージ、はいはいはい、ちょっと持ち上げるイメージでこれでいく。おーすごいですね。うわこれはすごいいいわ。左右に曲がるのがすごい簡単ですね。全然草刈り機と違う、全然違う、うん、もうスピードが違ういや本当にすごいです。多分誰がやってもいいんじゃないかな。女性がやってもやりやすいと思いますし、男性とかだったらもう全然大丈夫です。ちょっと結構高い草ですけど全然このぐらいだったらいけてますね。はい、わかなり高いところでも全然大丈夫ですね。これで押す、左に停止、えぐい早、一瞬でこれでしたね。これ草刈り使ってたら多分20分30分かかってますよ。うん、たっちゃんだったら10分。どうですか、たっちゃんだったら早いけど。ハンマーナイフモアのこれであんな ちぎれるんですね。ねえ、いやすごいな。これがこう左右にお互い交差してぶつかるんですかね。人の字型の歯が2、4、6、7個。初めて見たこんな形状。2、4、6。うわこん中入りたくねー。ぐちゃぐちゃになるよ、うん、チップにされちゃう、うん、一応ちょっと斜めもできたりするから、はい、斜めもちょっと取ってみる。斜めって乗り面傾斜、うん、傾斜、うん、マジっすか、うん、ちょっとやってみる。どのぐらいまでできるんだろうって気になりますよね、うん、ちょっとやってみようか。いいんすか。いいよいいよ。このぐらいの段差、段差というかこのぐらいの坂だったら全然大丈夫ということですね。はい、いい感じ。ちょっと音声がね、雑音が入ってあれかもしれないですけど、結構段差もね、段差では結構斜面で高さがあるように見えるんですけど、全然登ってきましたね。かなりいいっすね、うん、これぐらいだったらいける、うん、でももうちょいだとやっぱりちょっときついかな、うん、はい、うん、これは斜めを、機械を斜めにして走らせるんじゃなくて坂を下ったり坂を上ったりっていう感じで、うん、この傾斜は買っていくんですね、うん、はい、なるほど。そうすると、まあ、このぐらいの15度ぐらいの坂は全然、うん、これ15度ぐらいですかね。15度ぐらい、もうちょっとあるかな。もうちょっとありそうだね、うん、20度ぐらいかな、まあ、このぐらいはまあ全然いけるよっていうことですね、うん、なるほど。まあ、果樹園との相性は良さそうですね。畑はどうかな、まあ、年1回か2回の全部作付け、収穫後の、うん、まあ、畑を全部こうバーってやってしまうときにはいいかもしれないですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。大丈夫ですもん。はい、 OK。 何か言っておきたいことありますか？
あの草刈り体験したい人は したい人は、はい、ぜひ遊びに来てね。広告だった。広告だった。ありがとうございます。広告差し込んでおきます。はい、ありがとうございます。はい。はい、たっちゃんもありがとうございます。ありがとうございました。はい。あとでちょっとみんなで分けましょう、これは。ちょっと一本食いたいですね。あ、いいよ。早くない？これ、この辺とか。うん、いいよいいよ、食べて。そう。うん。いい？うん、いいよ。ちょっと早そうな気がするけど。あ、やばいやばいやばい。食べていいですか？うん、いいよ、どうぞ、たっちゃんも取って。じゃあこれ。うん。早くないか？大？いい？ちょっと食べてみます。いい感じかもな。うん。乾杯。乾杯。ケピー。ケピー。ケンピー。ケンピーっていうの。ケンピーって言います。ケンピー。はい。ケピーですけど、はい。うーん。いただきます。ちょうどいい。うん。うん。やっぱ甘いな。うん、やっぱりうまい。甘い。この生品種は美味しいですね。うん。うんみんなこれアップルって言うんですけど、これうまい。実はアップルっていろいろね、ブラジルバナナにアップルっていう人もいるし、こういうこのナムワ系統をアップルバナナっていう風な人もいるので、うんまあ、アップルは正しい言い方ではないですけど、確かにリンゴの感じもするね、うんうん、少し、うん、風味がね、うんうん、後味というか、うん、あの抜ける感じが、はい、うん、なんかリンゴと蜂蜜っぽい、うんうんうん。うんいやこれ結構やっぱり僕食べた中では結構上位に入ってきますね。うん入ってきますね。うんこれ美味しい。美味しいです。マコヤンのアップルバナナ美味しいです、うん、ありがとうございます。美味しいこれうまいわ、うんうん、でも結構あれ早いけどね。俺いつももっと黒くなるまで待つけど、はいはい、うん、うん、でもこれぐらいの方の酸味が好きっていう人は、はいうん、そうなんです、うん、僕結構こういう若い、はい、若干若いのが好きなんですよね、うんうんうん僕あれ、はい、一房もらっていいですか。いいっすよ、もらいましょう。ですか、はい、分けましょう。はい、もらい。もらい。一人分分けましょう、はいはい。ありがとうございます、うん。いや、これめっちゃ美味しいです。はい。皆さん、このマコヤンの育てるバナナ、めっちゃ美味しいんで、食べてください。はい。待ってます。普段は、アシビナーにいますので、うん。アウトレットモール。アウトモール、はい、レッドモール、スムージーに加工して。スムージーにおりますので、はい、よろしくお願いします。場所はあれですかね、入ってすぐ左に入った、そうゴディバの裏の広場のところに、はいはい、黄色いバスがお待ちしてます。よろしくお願いします。はい、はい、ということでごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。